皆さんお疲れ様です。よくわかるネギ侍講座、パート3です。どうぞ最後まで、ゆっくりしていってね。時は第4世代。技の物理、特殊区分の仕様変更は、多くのポケモンに影響を与え、不遇から脱却するポケモンも少なくなかったわけだけど、カモネギはというと、あまり影響がなかったみたいです。なぜかというと、そもそもタイプ1であるノーマル、飛行タイプは、もともと物理区分であり、カモネギのメインウェポンたるこの辺の技は、仕様が変わっても物理区分のままだったので、この仕様変更は追い風とはならなかったんだ。攻撃性能に関しては、攻撃も特攻もあまり差がないので、仮に特殊区分に変わっていても問題なかったかもね。ちなみにシレットステミタックルが没収されました。かわいそうに。またこの世代、気合のタスキが登場。パーティー内で必ず誰かに持たせる、必需品のアイテムだね。このアイテムのおかげで低耐久ポケモンの使いどころがかなり増えたんだ。カモネギの場合、安全に剣の舞や高速移動を積んだり、ジタバタを最高威力で撃つなどの戦法ができるようになるよ。しかし、これにもいくつか問題があり、せっかくの専用アイテム、長ネギが持てなかったり、初代からの課題である、攻撃と素早さのいずれだけを上げても勝てない問題と、このアイテム一つでは、まだ対戦環境で戦うには不十分と言えるよ。まだまだだね。参考までに、攻撃特化カモネギの威力200ジタバタの火力はというと、H4 フリゴーカザルを確定一発、同じくガブリアスは確定二発と、攻撃種族値65では威力200でも物足りないと言える火力。カモネギに竜の舞か、同じ効果の技があれば欲しいところだったね。第4世代での新規技は豊富であり、ダイヤモンド、パール時点でこれだけの新規技が、また、プラチナ、2世代リメイクでも技を獲得。リーフブレード、熱風ともに、初の草と炎技で、技範囲が広がったね。さらに、エアカッター、辻斬り、リーフブレードは、急所に当たりやすい技であり、長ネギを持たせれば、急所率は 33%。急所使いとしてのラインナップも増やせたね。しかし、急所関連で悲しいお知らせが。新特性、強運を持つポケモンが出現。この特性は、急所ランクをプラス1する効果であり、特性強運、ピントレンズ、急所に当たりやすい技、を組み合わせることで、なんと、急所ランク3の攻撃が可能に。バカな！そう、カモネギ唯一の個性がここに来て崩壊。正直、長ネギによる急所攻撃がそこまで長所かというと微妙なところではあったけど、特性、強運を持つポケモンがこの2匹。アブソルは新たに特性を獲得、ドンカラスは4世代新登場だよ。種族値を比較すると、攻撃、素早さ面はカモネギよりもかなり高いことがわかるね。それぞれ覚える急所に当たりやすい技はこんな感じ。ちなみに今作から登場したパワフルハーブを使えば、ゴッドバードは1回だけためなしで打てるよ。その場合ピントレンズは持てないから急所ランクは2になるけどね。この2匹が急所攻撃に秀でていると言っても、第一線で活躍したわけではなかったよ。あくまで急所率は 33% 程度だからね。それでも、カモネギよりも使い勝手が良いというのは間違いないけどね。また、新特性、スナイパーも登場。急所時のダメージが 1.5 倍になるという効果で、ダメージ倍率は3倍になるよ。スナイパーを持つポケモンはこの辺だね。中でもキングドラはそこそこ使われていたポケモンでもあり、この特性のイメージも強かったよ。急所関連の特性を持つポケモンが増えてきたことから、急所といえばカモネギ、という構想は薄れてきてしまったよ。もともと根付いていたかは怪しいところだけど、第4世代で追加された、ノーマル、飛行タイプはというと、まずはこのムクホーク。種族値はこんな感じ。攻撃と素早さが高く、無駄のない速攻物理アタッカー、という種族値だね。その種族値もさながら、ストーリーでも大活躍で、電光石火、ガムシャラ、ブレイブバード、インファイトと、強力な技をレベルアップで習得できるんだ。すごいね。何より、序盤で手に入るムックルから進化するというのがありがたいところ。
お世話になった人も多いと思うよ。対戦面でも、特性に威嚇を持ちながら、トンボ返りも覚え、サイクル戦もこなせるというスペック。汎用性が高く、高スペックなことから、歴代最高のノーマル飛行タイプ、と評価されていたんだ。続いてはトゲキッス。トゲチックの進化系で、合計種族値が140も上昇。特性は天の恵みで、技の追加効果が出る確率が2倍になるというもの。この特性を活かし、電磁波で素早さを下げ、ひるみ率 60% となったエアスラッシュで相手をひるませ続ける、通称まひるみコンボや、攻撃が 1.5 倍になる、特性張り切りを活かし、タイプ1の神速で攻める、張りキッスなど、その方は多彩。カモネギの手の届かないところへ行ってしまったね。最後は、ペラップ。専用技に、おしゃべりを持ち。DS で録音した声が、ペラップの鳴き声になり、おしゃべりを出した時の効果音にもなるという面白い技。このおしゃべり、威力は60で、相手を混乱させる効果があるんだけど、その確率は録音した音声の大きさで決まるんだ。こんな感じで決まるみたいだよ。面白いね。第5世代の Wi-Fi ランダムマッチでは、録音した音声による誹謗中傷が懸念されたのか、本当の禁止ポケモンになるというかわいそうな未来が待っているよ。まあ、使えたところで大した活躍は見込めないと思うけど。この世代の出来事をまとめると、技の物理、特殊の仕様変更は強化とならず、気合のタスキの登場で、行動保証が得られるようになったものの、個性を潰してしまうという欠点も。新規習得技は良いものがもらえたものの、気合ダメなしの急所ランクプラス3攻撃という、唯一無二の個性が崩壊してしまい、挙句、他の急所攻撃使いや、ライバルに向くフォーク、トゲキッスの強力なノーマル飛行タイプが追加となった。強化はあったけど、それ以上に周りが強くなった、という状況でしょうか。いずれにせよ、強いポケモン相手にはまだまだ戦えない、という境遇だね。変化の第4世代でも、カモネギの救済はなされず、以降の世代はどうでしょうか。ということで第5世代。ランダムマッチが実装され、対戦ツールとしてさらに熟成した時代であり、カモネギの歴史は、ここからが上げ調子となっていくよ。新規獲得した技がこちら。第4世代からあったものの、覚えることができなかった高威力技、ブレイブバード。持ち物を持っていない時に使うと、威力が2倍になるアクロバット。第3世代でひるみと急所ランクプラス1の効果がついた、ゴッドバード。高威力の技が揃ってきたね。さらに、羽休め、追い風など、飛行タイプらしい変化技も習得。特に追い風は、サポート技として優秀であり、サポート要員としての可能性が出てきたね。さらに、このフェイントという先制技。第4世代から覚えられ、威力50なものの、相手が守る状態の時のみ成功するという、使いどころが難しい仕様だったんだけど。この世代から、威力が落ちた代わりに、守る状態以外でも使える先制技になったんだ。もちろん守るを解除する効果もそのままだよ。ゴツゴツメットや特性サメ肌、鉄のトゲなどで、気合のタスキが使えなくなる事態を予防するほか、守るが多用されるダブルバトルでも使いどころが多く、カモネギの価値を高める技の一つとなったよ。また、夢特性では魔剣気を獲得。相手に能力を下げられた時、自分の攻撃を2段階上げるという効果で、例えば岩石封じなど、技の追加効果で能力が下げられれば、攻撃が2段階上がり、特性にも有効で、威嚇で攻撃が1段階下がっても、魔剣気で2段階上がるので実質1段階上昇、となるよ。岩石封じやローキックに合わせて出すと、低耐久なカモネギには大ダメージとなりかねないし、変化技で能力を下げられる機会もそんなにないので、威嚇持ちのポケモンに合わせて交代し、発動させるのが現実的かもね。というわけで、高威力の飛行技、回復技、サポート技を覚え、フェイントの有用性も向上。比較的有用な特性も獲得と、珍しく弱体要素がなく、強化要素のみの世代となった第5世代。果たして、そのスペックアップはカモネギを戦場で暴れさせるに至ったのでしょうか。そろそろ
今晩、言っときますか。その真相を語る前に、まずこの世代で追加されたノーマル飛行タイプをご紹介。まずはこのケンホロウ。種族値がこちら。第4世代以降のノーマル飛行タイプは、どうやってムクホークと差別化するか、というお話から始まるんだけど、種族値をムクホークと比べると、合計は3高く、やや物理耐久よりだけど、特性が威嚇なムクホークより実質物理耐久は下なんだ。アタッカーとしても、種族値と習得技的にムクホークの劣化となりかねないスペック。特性に強運を持つも、急所に当たりやすい技は、かまいたち、エアカッターといずれも特殊技であり、急所技使いという部分では、カモネギにすら劣るというなかなかの不遇ぶり。まあ、普通にアタッカーをやるならカモネギよりも強いんだけど。続いてはオーグル。特性は鋭い目、力づく、魔剣気と、カモネギと二つ共通してるよ。魔剣気を採用するならカモネギよりも優秀なアタッカーと言えるね。力づく型はというと、対象になる技が少ないので活かしづらく、やはりムクホークの影に隠れがちとなってしまうんだ。ノーマルタイプで唯一、岩なだれ、岩石封じと岩打点を持ち、バカ力とビルドアップも覚えるというのが特徴。このあたりをどう活かすかがオーグルの生命線だね。まあこれがなくてもカモネギより実用的なのは間違いないけどね。なぜカモネギの現状を語る前に、新規のノーマル飛行ポケモンを紹介したかというと、種族値の差と技のラインナップから、ケンホロウとオーグルはほぼカモネギの上位互換と言えるんだけど、その2匹すら、ムクホークに劣る存在、ということを言いたかったんだ。そして、そのムクホークですら、対戦環境ではマイナー状態。というのが当時の事情だったんだ。第5世代の対戦環境背景を少しお話しすると、格闘タイプの躍進が大きいところで、強化要素が多く、強力なポケモンも出現したんだ。ノーマル飛行タイプは格闘技が等倍であり、格闘タイプの多くは、ストーンエッジや岩石封じなどを覚えることから、受けることが難しく、彼らに求められることは、パワーとスピードによる速攻性だったんだ。その中でムクホークをピックアップすると、ローブ神相手には、性格や特性が制限されるものの、一撃で倒すことは可能で、キノガッサは多くがタスキ持ちであることから、高校でキノコの胞子を打たれると厳しいものがあり、卑怯とは言うまいな。バシャーノは守る一回で素早さは抜かれ、テラキオンはそもそもムクホークよりも速く、飛行タイプを弱点としないタイプで、さらに環境には、やはりムクホークより速いあいつやこいつ、関係ないそいつや、どいつか知らないけど格闘受けが強いおじさんがいたりと、カモネギの上位互換の上位互換、ムクホークですら課題は山積みだったんだ。せちがらいね。つまるところ、せっかく弱体化がなく、強化のみの第5世代でも、カモネギはマイナーポケモンの劣化版の劣化版、という立ち位置についていたんだ。悲しいかな、これが現実です。ちなみに、他のノーマル飛行タイプで通用していたのはこのあたりで、オオスバメの素早さ種族値125はやはり高く、第4世代から可能になった、火炎玉と特性根性のコンボ、通称焼き鳥型がネタの域を超えた性能を誇ったんだ。やけどのダメージと、ブレイブバードの反動が低耐久とはミスマッチだったけどね。しかし、これまた第4世代からのコンボ、ガムセッカコンボが、夢特性キモッタまでゴーストタイプにも有効になるという強化も、ハマれば脅威、と言えるスペックは秘めているね。トゲキッスは HP に努力値をある程度振れば、ローブシンのストーンエッジも耐えることから、まひるみコンボはまだ健在。ノーマルタイプで唯一電磁波を使えることや、高種族値、高技範囲も相まってまだまだ現役といったところ。この2匹に言えることは、単純な速攻アタッカーで終わらないゲートができることで、同じタイプでも、活躍するには個性が重要、ということを教えてくれるね。改めてカモネギの新規技を見ると、こんな感じだったね。正直この辺の技は、大体の飛行タイプが覚えるんだよね。そうなると、カモネギの個性とは言えないよね。ということでカモネギさんの個性を見出そうとすると、ノーマル飛行タイプで唯一、この辺の技を覚えるんだけど、攻撃が乏しすぎるのが現実。
代名詞となる長ネギ急所攻撃も、最大で 33% となると、極論一撃必殺技を使った方が良い、とも言えるね。まあ、急所ランクプラス3攻撃は個性ではなくなってしまったんだけどね。ちなみに突撃必須が夢特性で強運を獲得したので同じことが一応可能です。重ねて残念。ではサポート役の道を見出そうとすると、追い風、フェザーダンス、手助けと、ダブルバトルで使えそうなラインナップが。しかしこれ、エルフーンで全く同じことができてしまい。さらに特性がいたずら心で、見た目も可愛いのでこっちを使った方がいいです。さらにダブルバトルで、相手の猫騙しを精神力でかいくぐり、フェイントで守るを解除するコンボも。しかし、これも同じことができるポケモンが多く、ワイドガードを覚えたり、進化の奇跡を持てるポケモンもいるので、特別有用とはならず。これまた精神力を活かし、追い風をするコンボも、やはり他にもできるポケモンが。しかもどのポケモンも、カモネギより速く、硬く、強いという具合。これらをまとめると、技のラインナップこそ悪くなく、特性も強力じゃないにしろ、そこまで悪くないので、やはり最大のデメリットはその種族値である、ということが言えるね。しかし、その種族値こそ、紛れもなくどうしようもない要素であり、種族値が変更された、という前例はこの第5世代まで一度もなく、特性強化の期待も、夢特性まで全て解禁された今では望みはゼロ。つまり、結論として、今後相当強力な技を得るか、大幅な仕様変更がない限り、カモネギがこれ以上強くなることはないのです。初代から16年以上、陰で頑張ってきたカモネギ。ここまで来て、強くなる可能性が閉ざされてしまったという事実。この先、カモネギの歴史は陰ったままなのでしょうか。この真実は、次回で明らかに。ここまでご視聴、ありがとうございました。パート4を、ぜひ見ていってね。それでは。